際目を引くスタイリッシュなグレーの建物。建物の中も開放的な広いスペースにパティスリーやカフェなど食に関する店が並んでいます。新しい商業ビルと思ってしまいますが、実は郡山市の日本調理技術専門学校が運営するザ・キッチンプラットフォームという施設です。とってもおしゃれな空間ですけれども、こちらはどんな目的で作られたんですか？調理師の専門学校を卒業した方とか、これから料理の世界に飛び込みたいという方が、この施設で1年間実践の経験を積んでですね、ここから各地に飛び出して活躍できる人材をここから輩出できればと。店名のプラットフォームは土台という意味で、料理人になる足がかりにしてほしいという願いが込められています。一般にも開放されているこの施設、中心となるのがザ・レストラン。間接照明が灯って落ち着いた雰囲気。オープンキッチンでシェフが腕を振るう様子も眺められます。木金土曜日のみのオープンですが、こちらでは創作料理のコースが楽しめます。本当に芸術作品のような、一つ一つがこだわりのある料理、こちらにご用意いただきましたけれども、こちらは新しく始まったランチコースになるんですか？これは一応11月からスタートしているものですけれども、皆さんにこう鍛えれるような料理方法と食材で皆さんに楽しんでいただこうかと思って。彩り鮮やかなシェフ自慢の4皿が並びます。料理人の指導役を務める鈴木シェフが、旬の食材に合わせて季節ごとにメニューを考え、ランチではコースが2種類あります。今回の前菜には郡山市のブランド野菜御膳人参を使いました。いや美味しそうだな。これはですね、今から美味しい御膳人参を使ったサラダになるんですけども、この下にポーチドエッグが入っておりますので、それと一緒にこう上から潰しながら一緒に混ぜながら食べていただく料理になります。たっぷりの野菜がサーモンで包まれています。さっぱり爽やかな美味しさです。でもその中にも人参の甘みが光りますね。さっぱりしてるよね、きっと。続いてポーチドエッグと合わせて、今度はコクが生まれて、また全然違う味わいになりますね。この味の変化が楽しいです。味変するんだ。お次はメインの肉料理。牛肉の旨味を逃さないように高温でさっと焼き上げます。県内産のリンゴを使ったビネガーソースで仕上げました。ビネガーソースおしゃれだね。これも美味しいでしょう。柔らかい。牛ハラミの美味しさがギュッと凝縮していますね。アップルビネガーソースが加わることで、この肉の旨味をより引き立てています。そしてこちらにはパティスリーも入っているんです。キラ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 、宝石のように輝くケーキがずらっと並んでいて、どれもとっても美味しそうですね。季節限定のモンブランやシャインマスカットなど、見ているだけでも心が躍りますが、これも隣の厨房でパティシエが作ったもの。私は花びらが乗ったケーキに目を奪われました。いいですね。真っ赤なケーキは何のケーキなんでしょうか？こちらですとフランボワーズのムースケーキになってまして、土台のタルト生地の中にはアールグレーのクリームを使われているので、そこまで甘すぎずさっぱり食べられるムースケーキになっております。特別に店内でいただきました。華やかなバラの香りがふわっと広がって、この甘酸っぱいフランボワーズとアールグレーの大人の味が絶妙にマッチしています。レストランでゆっ
ったり食事を楽しむ、パティスリーでお買い物、食を堪能できるおすすめのスポットです。